佐賀から命令したいと思います。知事から県として柏崎刈羽原発に関する議論を進めていくことになります。その際にこの総括も含めてこれまでの検証の報告書というのは重要な材料になっていくというふうに思っています。重要な材料として生かしていきたいというふうに思っています。